岡部、どうしたの？考えてみれば、新作ガジェットの開発自体を中止する必要はないのではないか？まあ、確かに言われてみれば。でも、じゃあどうするの？要は、12号機さえなんとかなればいいのだろう？ならば、12号機の製作を中止にすればいいのだ。いや、考えてみれば12号機も悪くないような気がしてな。やはりここは12号機をはめないように言うだけでいいのではないか？わかった、もうそれでいい。何でもいいから早くしろ、時間がない。そうだな。
もう！ロック！いきなり何をする？あんたがさっきからうだうだやってるからだ。これ以上何を悩む必要があるっていうの？悩んでいるのではない。俺は安易な選択を避けるために冷静かつ慎重な判断を下そうとしているだけだ。お宅はいいから早くしろ。じゃないとこのまま一晩明かすことになっちゃうだろうが。分かっている。急かすんじゃない。もうイライラする。何をするのだ。あんたがグズグズしてるから私が代わりに打ってあげようってのよ。何？本当はといえば勝手に D メールの実験をやったのが悪いのよ。だから勝手に実験自体しないようメールしてあげる。待って、何もそんな根本的なところまで戻る必要はなかろう。うっさい。そもそもの原因はそこなんでしょ。だったらそれが一番いい方法でしょうが。しかしだな。いる。引っ張り貸せ。私が置く。心配するな。今送る。だ。
もうよせ。諦めろ。お前の気持ちはわかるが、これ以上やっても無駄だ。己のせいだろうが！何がこれ以上やっても無駄だよ！カッコつけちゃってアホか！そもそもあんたがさっさとメール送らないからこんなことになったんだろうが！ま、待て！落ち着け！これが落ち着いてなんていられるか！どうするつもりだこれ！だから落ち着けと言ってるんだ。さもないと。ああ見ろ。だから言わんこっちゃない。そっか、つい興奮してこうなるのを忘れてた。自分で作っておいて忘れるとは、とんだ鳥頭だな。何を？待て、だから怒るなと言っているんだ。あんたに諭されるとは。ねえねえ、どうだった？うまくいった？まゆし、ほら、ああやって二人の手首に12号機がはまってるってことはダメだってことだったんだお。言っとくけど、私は一晩中あんたとこの状態で過ごすなんてごめんだからな。それはこっちのセリフだ。
同じ過ちを繰り返すなんて学習能力がないんじゃないの？できれば苦労はせんのだ。残念だけど私も珍しく岡部に同意するわ。珍しいな。珍しいついでに意見があったということでこれが外れたりは。そんな簡単に行くわけないでしょ、バカ。可能ならば人類皆共存、有志より常に謳われてきた平和と友愛の世界はとっくに実現されているだろうな。よくわからんが結論は合ってるんがすげえ。なんとか外す方法はないのか。あったらあんなに慌てるわけないでしょ。大体売り物にするのだから普通は安全装置をつけておくくらい考えるものではないのか。だから最初から完成品じゃないと言っとろうが。そもそもなぜこんなに頑丈に作る必要があったのだ。できるだけ本格的にしろと言ったのはあんただ。俺は知らん。知らんふりすんな。知らんものは知らんと言ってるのだ。だから二人ともそんなに怒ったらまたビリビリってなっちゃうよ。そもそも柱が脅かしたからじゃない。そもそもお前が驚かしたからだ。Look!
ら言わんこっちゃない。さっきまでいがみ合っていた同士が固い握手とか、全俺が泣いた。お前は助手のくせに、なんでそんな大事なことを忘れているのだ。あんたこそ、さっき聞いたのに忘れてるとかバカなの？死ぬの？何よ。ですよね。大体あの時あんたが早くメールを送ってさえいればこんなことにもなってなかったのよ。
それを言うなら、お前が誤ってスイッチを押してしまったのがいかんのだろうが。そもそも新作ガジェットを作ろうって言い出したのは誰だ。あの時お前がタイムトラベルの講義などしているから。なあマユシ、この二人いつまでこうやって言い合ってれば気が済むんかな。ビリビリさんが来ないからってちょっとやりすぎだよね。でもさ、こうやって見てるとあれみたいじゃね。あれって血魔喧嘩。確かにそうかも。ちょ、手が血魔喧嘩よ。俺のどこをどう見たら血は喧嘩に見えるというのだ。どこをどうって、手つないで喧嘩してるんだから、旗から見りゃ血は喧嘩にしか見えんだろ。上皇言うが、こうするより他にないのだから仕方あるまい。はい、まゆし。さあ、2人ともさっきからずっと同じこと言い合ってんじゃん。見てる方もそろそろ飽きてきた。おそうだな。まあ、マユリアダルの言うことももっともだと俺も思わなくはないが。私も異論はない。では今後どちらのせいだというのはなしにしないか。そうね。それで、今日は二人ともどうするのかな。え？どうするってどういうこと？だって、確か二人とも1メートル以上離れられないんだよね。クリスちゃんはお茶の水のホテルで暮らしてるんだっけ。冗談じゃない。岡部と一緒にホテルに行くなんてごめんよ。それじゃあ二人ともここに泊まるってこと。やむを得んがそうせざるを得ないだろうな。クリスちゃんも？仕方ないけど、それしか方法がないならそうするしかないわね。
そっか。あのね、二人には悪いんだけど、マユシーは帰らなきゃならないんだ。まあそうだろうな。ダル君は？僕ももうちょっとしたら帰るつもりだお。だよね。っていうことはもう少しでオカリンとクリスチャン二人っきりになっちゃうけど大丈夫かな？それダメ、困る。マユシーも一緒にいてあげたいのは山々なんだけどね。今日はどうしても帰らなきゃならないんだ。そこをなんとか。僕ならマキセ氏が行っちゃダメって言ってくれたらここに残ってもいいけど。誰が言うか。心配しなくてもオカリンと二人で襲ったりしないから大丈夫だってばよ。よるなこの変態。というかそんなこと言われてお願いって言うわけないだろうが。ひでえな、ちょっとしたアメリカンジョークなのに。このアメリカンジョークだ。そもそも橋田が言うと冗談に聞こえないのよ。まあでも冗談は置いといて、本当は僕も今日はちょっと用事があって帰らなきゃいけないんだよね。こう見えてもというのは気になるところだが、一部では辞書で紳士と引けば岡部凛太郎のことと書かれているともっぱらの評判だ。ほらね。だけど紳士は紳士でも変態紳士だったりするかもなのだぜ。なおさら信用できんわ。そういうか常習。今までだって何度もここに泊まっているだろう。今さら心配することもあるまい。ロナ、どう考えてもいつもとは状況が違うでしょうが。とにかく変なことしようとしたら大声出すからな。お前こそ妙なことしたら許さんからな。なんで私がしなきゃなんないのよ。
上手が効かない手先のものが良かったと。心配する。たとえそうだとしても、あんな尻に蒙古斑が残るような女に惑わされる俺ではない。おい、何気に失礼なこと言ってないか。ふん、蒙古斑女は黙っている。蒙古斑なんてないわ。いいですか、マユシーもそろそろ帰っちゃうけど、二人とも仲良くするんですよ。喧嘩なんかしちゃダメだからね。はい。すみません。はい、二人ともいいお返事です。それでナル君はどうする？あ、僕も帰るよ。とその前にオカリン。なんだ？例の新しいガジェットのために適当にラボにあるパーツとか使ってもいいよね。ああ、もちろんだ。全てはお前に任せる。好きにしろ。オキドキ。何？あんたまだこれ以上ガジェット増やすつもりなの？当然だ。ちょっと新作を作ったからって、このラボをお前だけの力で持っているのではないということを思い知るがいい。誰もそんなこと思っとりゃせんわ。カリン、一緒に魔法使いになろうなって誓ったあの日のこと忘れるなよ。
いや、特にこれというわけではない。そっちは？あ、私も特にないんだけど。喉が渇いたな。それにしても今日も暑いわね。そういえば確かドクターペッパーの買い置きがあったはずだが。何でも今年は記録的な猛暑になるって言ってたっけ。どうりで暑いはずだわ。いや、そういえばあれは昨日飲んでしまったのだったか。そういえば友達が言ってたけど、アメリカもかなり暑いらしいのよね。こんなことなら今日のうちに買ってきておけばよかったな。それにしても温暖化の原因が二酸化炭素だっていう間違った情報はいつになったら撤回されるのかしらね。いや、参った参った。本当、参っちゃうわよね。えどうした？さっきから態度がおかしいだろ。いつもの威勢の良さはどこへ行ったのだ、クリスティーナ。な、何よ急に。お前に尋ねておく。この本を読む狂気のマッドサイエンティストだよ。興味の対象は全研究と実験。それに伴う結果、世界の支配構造に破壊と混沌をもたらすことにある。いきなり何なの？もっと俺の興味の対象は科学的思考に興味がある。女であるとか色であるとか、そういうことに対する関心は極めて低いと言っているのだ。壁ってもしかしてそっちの人？そっちとはなんだ？だからほら、ベーコンレタスっていうか、ブラックリストっていうか、
ブリティッシュライブラリーっていうか。はあ？お前は一体何を言っているんだ？だから、うほっとか、あーとか言わせんな、恥ずかしい。あ、恥ずかしいのはお前だ。男と見るとカップリングだなんだと何でもかんでもくっつけたがるこの不女子のおめ、なぜ俺が誰なんぞと。やめろバカ、想像しちゃっただろうが。バカはお前だ、想像するんじゃない今推し。言っとくけど、私にその趣味はないかな。だけど、あんたってば真由里みたいな子がそばにいるってのに、ただの幼なじみだっていうし、それにさっきだって。さっきだと？いつ俺がそんなあーな話をしたというのだ。そうじゃなくてさ、あんたと星田が約束したって。約束？言ってたじゃない、一緒に魔法使いになろうな。最近はそういうのに嫌悪感を持ってる男が増えてるって聞いたけど、あれは本当なのか。バカを言え。あれは誰か冗談で勝手に言ったことで、俺はそんな約束を交わした覚えはない。どうだか。本当だ、現に俺はバリバリの肉食系だ。チャンスさえあれば骨の髄まで喋り尽くしてやるほどのな。チャンスさえあれば。あ、骨の髄に。さっきと言ってること全然違う。待て、今のは言われたから答えただけで、そういうつもりではないぞ。肉食を自慢する男の人って。とにかく落ち着け、これ以上離れると。そういうことはもっと早く言えと言ってるっちゃない。とにかくそこまで不安なら言っておいてやる。俺は誓って何もしない。本当だ、だから安心しろ。信用してもいいんだな。アインシュタインに誓って。わかった、そこまで言うなら信じてやる。よし、そうと決まればさっきのような時間を過ごしてもしょうがない。明日の昼12時、少しでも日が丸く、かつ時間の進みが早く、そう、何かゲームをして過ごすというのはどうか。ゲーム？そんなものここにあったっけ？いや、俺もわかる。とりあえず、開発室の
なんだこれは。エロゲしか置いてないではないか。パソコンでゲームというのもおかしな話だ。あ、そうだ、思い出した。もっとこうボードゲームのようなものがあったような気がするぞ。やったことがあるだろ。ライフゲームとかモノポリストとかそれ系のやつだ。確かにあの手のゲームなら何回かやっているうちにあっという間に時間が過ぎそうね。確か前にマユリたちとみんなで遊ぶようにどこかで買っておいたものがあった。あれを探そう。これはツイスターではないか。ここにあったことさえ知らん。それにしても1メートル以上離れちゃダメっていうのは思ってたよりもずっと大変ね。日常生活に支障をきたすレベルだな。商品化するとしたら改良する必要があるわね。クリスティーナよ、お前この状況でまだそんなことを考えているのか。当たり前でしょ。不幸な事故とはいえこうしてモニターする機会ができたんだから、どうせなら活用しなきゃ。じゃないと何のために嫌な思いまでしてこんな状況に甘んじてるんだか分かんないでしょうが。まさに実験大好きっ子だな。またの名を実験バカとも言う。あら、科学者としては普通のことよ。それとも自称マッドサイエンティストの鳳凰院京馬さんはそんなことすら考えられないほど混乱してたのかしら。冗談ではない。当然俺も同じようなことを考えていたに決まっているだろう。どうだか
それにしてもほんとこの部屋暑いわよね。海外ならまだしも、今時日本でエアコンないとか健康的文化的な最低限度の生活に支障をきたすんじゃない？その資金を得るためのガジェット制作でもあるのだ。とりあえずこれでも飲んで我慢しろ。いらない。なぜだ、ドクターペッパーは好きだったはずだろ。そうね、好きだけど今はやめとくわ。この暑さだと夜だろうが建物の中だろうが熱中症になる可能性があるというぞ。そうなってからでは知らんからな。おい、さっきから何隣でモジモジしてるんだ。気が散るでしょうが。何？何のつもり？クリスティーナが。ちょ、あんた、もしかして。お前がドクターペッパーを飲まなかった理由が今わかった。やっぱりか、トイレか、もう用意しちゃったのか。総貯水容量ギリギリでもはや決壊寸前だ。あんなにグビグビ飲むからだ。こうなることがわかっていたのに、あの時に一言でも言ってくれれば。というわけでトイレに行くぞ。ついてくるがいい。だが断る。お前やはりアットちゃんだな。何のことよ。私はただ断るって言っただけよ。だが断るだなんて言ってない。ふん、語るに落ちた。アットチャンネラーでないの、なぜだが断るがアットちゃん用語だと知っている。あ、天才少女マキセクリスはアットチャンネラーである。この情報マスコミは買ってくれるだろうか。どうでもいいけど、あんたトイレに行きたいんじゃなかったの。俺とにかくトイレだ。今すぐトイレに行くからついて車だ。だから断ると言ったろうが。お前は俺がここで生かしてしまってもいいというのか。うわぁ、恥ずかしい。19にもなっておもらししちゃう男の人って。そんなことを言っていられるのも今のうちだぞ。エクスプロージョンを起こせ。お前のためでは済まないことになるんだぞ。分かっているのか。それともあれか、そういう性癖なのか。それは度合いで言うと
かなりの変態具合だぞ。冗談も大概にしろ。誰もそんな趣味持っとらんわ。だったらなぜそう固くなに断る。それでお前に何の得があるというのだ。あんたね、人に物を頼むときは頼み方ってもんがあるでしょう。一緒に来てください、お願いします。最初からそう言えばいい。はあ、早くしてよね。聞くなよ。誰が聞くか。なあ、試しに D メールを送ってみないか。はあ、何言ってんのよ。忘れたの？ D メールが送れるのは昼を過ぎてからでしょ。当然忘れてなどいない。しかし万が一ということもあるじゃないか。どうせ俺たちにはこのまま手をこまねいて待っているしかやることがないのだ。試してみる価値はあると思うのだが。まあそうね。もしもそれで遅れたら儲け物かもしれないわよね。文面は昨晩送ったメール同様、行った D メール実験をやめさせるものでいいな。問題ないわ。よし。では行くぞ。電話レンジカッコ仮起動。来い。お願い。やはりダメか。分かっていたこととはいえ、やっぱり落胆は大きいわね。しかしだからといってこのまま手をこまねいていたところで時間が過ぎるのをただ無意に待つだけだ。そうね、また後で挑戦してみましょう。あ、
1時間後の9時に会いましょう。ああ、では行くぞ。5、4、3。2、1。電話レンジカッコ仮、起動。そんな、まあ仕方あるまい。そもそも送信できるのは12時くらいからというだけで、きっちり12時に遅れるわけではないのだ。そっか。あ、でも次はきっと大丈夫よね。だって今までの実験だと少なくとも13時には確実に遅れるようになってるんだし。あ、そういうことだ。少なくともあと1時間で確実に解放されるのね。そうだ、あと1時間だ。ねえ、その間この12号機から解放されたら何をしたいか言い合わない？そいつは考えたな。さすがは天才少女。もうその言い方はやめてよ、照れるじゃない。ああ、こいつはすまないな、つい伏せて。解放されたらどうしようかしら。やっぱり熱いシャワーを浴びて、クーラーに効いたホテルの部屋で思いっきり眠りたいわ。岡部は？俺も同じだな。今は解放感に満たされ、思う存分に眠りたい。楽しみね。ああ、楽しみだな。え、マジで？オカリンたちまだ帰ってないのかな？
ひょっとして二人とも疲れて寝ちゃったとか？入ったらまずいことになってたらどうする？それはないよ。だってオカリンだもん。ハゲドトゥットゥルー。オカリン、クリスちゃん、おはよう。あれ、どうしたマユシ？オカリンとクリスちゃんが、おんや？二人ともどうしたん？なんか燃え尽きちまったボクサーみたいになってるんですけど。おーい、オカリン、クリスちゃん、どうして？え？あれ、二人ともまだ12号機装着したまま。ってことは、なぜだ、なぜDメールが作動しないのだ。大丈夫？クリスちゃん。ええ、大丈夫よって言いたいところだけど、さすがにちょっと無理かも。これはもう、Dメールを送って過去を変えるのは諦めた方がいいかもしれんね。それじゃあ、オカリンとクリスちゃんはこのままになっちゃうの？しばらくの間はそういうことになると思われ。しばらくってどれくらい？それは僕にもわかんねえ。オカリンとマキセ氏が仲良くなれば早く外れるかもしんないし、電池が切れるまで待たなきゃなんないかもしんないし。
こんにちは。旅行に行っちゃったからバイトも休みで暇なんだよね。それで遊び相手にでもなってもらおうかと思ったんだけど。あー残念だけど今ちょっとそれどころじゃないかも。とりあえず僕もうちょっとだから例のやつだけ完成させるわ。言うな。そんなこと言ったところでこいつをどうにかしなければいけないのは分かっているだろう。どうにかってどうやって？それは作ったお前にしか分からん。だったら無理ね。私は完璧なものを作ったって自負があるもの。1週間だか10日だか電池が切れるのを待つか、もしくは
こと思いついたわ。さすがはマキセ氏、僕にできることなら手伝うを。それで、ぜひ聞かせてもらおうか。そのいいこととは何なのだ。それはね、何を切るというのだ。そんなの決まってるでしょ。これよ、これ。ね、これをこの辺りでチョキって切っちゃえば、外れるのを待たなくてもいいでしょ。ヤンデレが来たー。バカか、そんなことを言っている場合か。クリスティーナよ、お前正気か。疲労困憊のあまりおかしくなってしまったのか。ほら、私は正気よ。だって今の状況を考えると、そうするのが一番合理的じゃない。冗談ではない。そんなことしたら俺の右手が暴走して大変なことになるぞ。だからそれごと切り落としちゃえば、これから先二度とその中二病が暴走することもなくなるでしょ。手伝ってくれるって言ったもの。いや、僕そういうのはちょっと。じゃあさっき言ったことは嘘だった。始めるから。だから言ったでしょ、切るの。
冷静になろうな。話せばわかる。お前は今ちょっと疲れてるんだ。とにかく落ち着け。冗談。冗談よ。そんなことするわけないでしょ。何真剣になってるんだか。冗談って？だから冗談は冗談だってば。いくらなんでもそんなことできるわけないでしょ。クリスちゃんはおかしくなってない？ごめんね、マユリ。驚かしちゃった。時だからこそこんな冗談でも言ってないと心が折れちゃいそうだったのよ。それとも何？自称狂気のマッドサイエンティストさんは今ので怖くなって震え上がっちゃったとか？それこそ冗談だな。あの程度の狂気性など俺からしてみれば赤ん坊が泣いてるにも等しい。そんなこと言って、顔面蒼白になってたのは誰かしら。誰？言われてるぞ。お前のことを言ってるんだ。ねえ二人とも、こんなに怒ったらもたきねびできちゃうよ。その心配はなさそうだ、おまゆし。ほら、二人ともしっかり手つないでるし。しょうもないってことは痛いほど分かったわ。とにかく今私たちに必要なのは睡眠と休息。つながれてようとなんだろうと、生きていくためにはこの2つは必要不可欠なの。至極真っ当な意見だ。だからといってどうするつもりだ。もしかして僕は俺と一緒に目を伏せるつもりだ。どうせ同じ休むなら少しでも休める環境で休む方が賢明よね。というわけで私帰るわ。帰る？ええ、そうよ。待て、帰るってどこへ帰るつもりだ？決まってるでしょ、ホテルの部屋よ。もしかしてさっきみたいに腕を切るとか言い出すんじゃ。まさか、さっきのは冗談だって言ったでしょ。でも、だったらどうするつもりだ？もちろん、岡部も一緒に行くのに。この際仕方ないでしょ。ホテルに行く？オカリンと二人で？それほど広い部屋でもないから、さすがに三人も四人も入れないし、そういうことになるよね。
クリスティーナ、貴様、この俺を部屋に連れ込む。確かにそう言ったのだな。連れ込むとか言うな、いかがわしい。ならば言い方を変えよう。貴様、俺を自らの根城に誘い込んでどうするつもりだ。そうか、分かったぞ。さては俺のこの天才的な脳を欲するあまり、解凍して取り出し自分だけのものにしてめでるつもりだな。それともロボトミー手術でも施し、実験材料にでもするつもりか。お望みならば本当にそうしてやろうか。うん、できるものなら。あのな、ホテルに帰るんだからやることは一つ、寝るに決まっとろうが。ホテル、やる、寝るだけ聞いた。足だ。なんならあんたの脳も取り出してやろうか。ふひひ、参戦。どいつもこいつも変な想像するんじゃないの。いい？さっきも言ったけど、この状況は変えられないんだから。どうせ寝るなら快適な環境で寝たいってだけ。しかし、いいのか。何が。だから、俺が一緒でもだ。あんた言ったじゃない、変なことはしないって。それともあれは嘘だったの。もちろん嘘ではない。それについてはニュートンに誓ってもいい。昨日はアインシュタインだったような気がするけど、細かいことはともかく、あんたがそう言うなら私はあんたのことを信じるわ。ルカ子のところに泊まったの。うん、泊まったよ。待て、俺はそんな話聞いていないぞ。親にも言ったの。ルカ君のところならいいよって。ルカ子のところにな。ということはお前の親はルカ子と会ったことがあるのか。男の独占欲、かっこ悪い。
そういうことではない。それよりオカリンもクリスちゃんも昨日からずっと起きてるんだよね。ホテルに帰るなら早く帰ってゆっくり休んだ方がいいとマヨシーは言うわ。そうね、このままここでダラダラ喋っていても仕方ないし。では行こうか。いざ幕津。幕津って何よ。あ、待って、オカリン、オカリン。どうした、ダル。こんな時だからこそ一つ言っておかなきゃいけないことがあったんだ。おなんだ。そんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。お前らな。